Hey guys, my name is Tommy Tommy J! 以前やった企画ですげえ大好評だったデスソース料理シリーズをね、やりたいと思う。今回は何を作るかというと、デスソースハンバーグを作って美味しく食べる動画。材料は、合いびき肉、玉ねぎ、パン粉、卵。一番決め手となるのが、デスソース。まずは玉ねぎをみじん切りにします。玉ねぎをみじん切りにしたら、今度はフライパンで炒めます。その玉ねぎをね、で玉ねぎはしっかりと透明になるまでね、炒めましょう。じゃあ炒めてる間にお肉の方を作っちゃいましょう。パン粉はね、粘り気をね、強くするのに必要です。ほら、だいぶヘルシーなハンバーグになりそうだ。混ぜましょう。あちゃ、おー、いい感じのハンバーグのあれになってきた。そしたらお待ちかね、デスソース。これくらい、うわー、入れすぎた。これ絶対辛いやつやんか。デスソースをこんだけ入れました。これ絶対やばいやつ。でもね、これ焼けばね、結局ね、同じ。もうデスソースをね、辛いとか辛いとか死ぬとか言ってるのは結局原液を食べてるからだよ。希釈すればね、問題ないので。ハンバーグを作るときはこうやってポン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 叩きながら、ちょっとね、空気をね、抜くようにして作るといいですね。真ん中はへこませるの。真ん中は絶対へこませるように。ハンバーグを焼きたいと思います。あ、焼きたいと思います。料理系 YouTuber のポジションは俺がもらうからな。見き回っちゃうの。ツイッターでね、つぶやいたら、美味しそうっつってね、これでソースが入ってるんですよ。でもまあ美味しいかもしれない。よし、じゃあね、ちょっと2つほど焼きましょうか。まあ焼き方はね、ググって、ね、あち！匂いを嗅いだ感じ、全然デスソースの匂いはしない。いただきますね。よく焼けてますね。はい、いただきます。うん、あー、なるほど。あのデスソースの味が全くしないかって言ったら嘘になる。デスソースのちょっと、あのデスソースの味がっていうのが、ちょっと喉のここら辺にふわって香った。すごい。あんだけたくさんのデスソースを入れても結局混ぜるから結構希釈されるんだよね。うん、うん。デスソースチャーハンは結構辛かったんだけども、ハンバーグは全然いける。で、今回もね、お酒と一緒にいただきます。うん、デスソースもね、使い方をちゃんとすればちゃんとした料理作れるんですよ。デスソース入れすぎたんじゃねえかなって思ったんだけど、全然いける。デスソースをね、こんなにうまく料理できる YouTuber って俺の他に誰かいる？本当に。ごちそうさまでした。あ、これ厳しいなっていうくらいのレベルを俺は期待してたんだけども、全然いけた。つうか、むしろうまい。デスソースの正しい使い方だよ。みんなもね、やろう。ババイキン。今回の動画はマジで歴代最強だと思っていい。本当にやばいよ、マジで。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。いや、これはマジでグッドもんだよ。